ショールームをご覧の皆様、こんにちは。 STU48 です。本日は STU48 フォースシングル無謀の夢は覚めることがないの個別握手会で、行われる予定だった、始業式をこのオンラインで開催していきたいと思います。はい、今回はですねオンラインで開催ということで、ここショールームで配信されています。せっかくね配信されていますので、いつも STU を応援してくださってるというあなたも、そして今たまたまここを見たよっていう STU 初めて見たあなたもね、ぜひ私たちのことを覚えて、おしまいを見つけて帰ってください。お願いします。はい、そして私たちはね握手会で始業式をするのはもう毎回恒例なんですけれど、今回はあの2期生がね初めて参加ということで、その2期生のフレッシュさんにも注目してみてください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、私たちは今広島から配信をしているんですけど、 STU48 メンバー44名中43名がここにいます。あと1人 AKB48 と STU48 を兼任してくださっている岡田奈々さんはというとこちらです。はい、おはようございます。で、今回は東京からのリモートで参加という形になりました。2期生も参加ってことで、イベントもっともっと盛り上げていきましょう。はい、2期生がね初参加ということで、もう最近 STU48 はねその2期生が加入してくれたことでますます盛り上がっていっているわけなんですけども、この STU のねパワーアップした感じをなんか表現できるメンバーとかいますか？みんな、はい、おお、ジオちゃん、はい、いいね。はい、じゃあパワーアップした STU48 を私のキャッチフレーズで表現したいと思います。お、はい、じゃあいきます。瀬戸内地方、瀬戸内から笑顔を届ける県、イエ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 イ、これぐらいです。おお、はい、すごいパワーアップしてて可愛い、可愛かったね。どうでしたひちゃん、福田ですか、うん、そうですね、でもあのパワーアップというかもういつも以上の家が出たんですけど、うん、ちょっとすごかったですね。私はちょっと全然こういうことできないので、いえ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 いいや、すごいパワーアップしてたし、それも一石二鳥だなと思って、すごいなって思いました。いや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 、みんな緊張してるよ大変ですね。奈々さん、どうでしたか？はい、STU って元気があって可愛いですね。いや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 、楽しい、楽しい、ノリノリだじゃあね、この自粛期間中にメンバー個人個人自分がパワーアップしたなって思うところを、自分の自己紹介と一緒に言っていきましょう。じゃあ空花ちゃんからお願いします。はい、香川県出身空花こと榊美優です。最近前髪が伸びてパワーアップしました。よろしくお願いします。はい、広島県出身の16歳のカイコカワです。はい、最近私がパワーアップしたことは、あの女子力アップしました。おはい、山口県出身大谷まりなです。私は髪を切って、フレッシュさがパワーアップしました。兵庫県出身の石田みなみです。私は会えない時間が愛を育んでファンの方との絆がパワーアップしました。かわいい。はい、STU48 今村美月です。私は自粛期間中に、筋肉がパワーアップしました。はい、香川県出身の福ちゃんこと福田海です。私は家でダラダラしてたので、猫みたいに猫力がアップしました。はい、広島県出身の石田千穂です。私は電子レンジとたくさん電子レンジをたくさん使って料理の腕前が伸びました。
はい、山口県出身の岩田ひなです。私はファンの皆さんのことをずっと思っていたので愛がパワーアップしました。はい、岡山県出身ドラフト3期生の沖ゆかです。私はコンプライアンスを守る力がパワーアップしました。細かいな。はい、兵庫県です。あ、兵庫県の加藤キーナです。私がパワーアップしたことは、未知と同じく筋肉なんですよ。はい、筋肉です。さあ、みんなもレッツ筋トレ。ST48 広島県出身矢野穂香です。私はお家で汁なし担々麺をいっぱい食べていたので広島愛がアップしました。はい、広島県出身の峰吉ありさです。私はドラムを始めたので得意なことがパワーアップしました。はい、愛媛県出身中村舞です。私は自粛中たくさん寝たので干物感がアップしました。はい、佐賀県出身田中光子です。私はすごい飽き性なんですけどこの期間でまたさらに三日坊主がパワーアップしました。はい、ドラフト3期生兵庫県出身の砂野さらはです。この期間中に、食べる量、食欲とともに数値もアップしました。はい、山口県出身滝野由美子です。私はこの期間中に、早寝早起き力がアップしました。お願いします。はい、徳島県出身の谷口真ひなです。この期間毎日料理をして腕の力じゃなくて何だっけ、料理の力が上がりました。はい、愛媛県出身の兵頭葵です。私はこの期間中に人間観察力がアップしました。よろしくお願いします。はい、山口県出身の森下舞葉です。私はスタジオというユニットに入ったのでダンスの力がアップしました。はい、大阪府出身の藪下風です。私はこの自粛期間中納豆とサバ缶ばっかり食べてたので健康力がアップしました。続きまして、奈々さんよろしくお願いします。はい、自粛期間中に数十万するパソコンを買いました、岡田です。よろしくお願いします。出身の2期研究生高尾沙耶香です。私は体力がパワーアップしました。はい、2期研究生鈴木彩香です。私もユニットとかが始まったので体力が少しアップしました。よろしくお願いします。はい、広島県出身2期研究生の佐古姫香です。私は多分ダンスの力がアップしたと思います。山口県出身2期研究生の工藤理子です。私は涙腺にはめるコルクの強度がパワーアップしました。泣きません。泣きません。はい、香川県出身の川又杏奈です。私は四国のスキピがパワーアップしました。2期研究生の岡山県出身宇都宮りねです。私は、最近もうめちゃめちゃいいことばっかりなので運気がアップしました。はい、2期研究生広島県出身の池田由良です。私は前髪のパツン度がアップしました。はい、福岡県出身2期研究生の今泉ミリアです。
私はショールームをすることがたくさんあったので喋る力がパワーアップしました。よろしくお願いします。出身の尾崎シリカです。私は滑舌の悪さがパワーアップしました。はい、広島県出身の川又優奈です。私は特技のバトントワリングをいっぱい練習したのでバトントワリングをパワーアップしました。はい、兵庫県出身の、小島愛子です。私はミニスタジオに所属してから少しだけ体力がつきました。はい、広島県出身の清水沙羅です。私は自粛期間中にたくさん寝たので身長がちょっとだけアップしました。高知県出身の2期研究生立成桃香です。私は自粛期間中にお姉ちゃんと一緒に過ごす時間が多かったのでお姉ちゃん愛がアップしました。はい、2期研究生の吉崎凛子です。私は自粛期間に昼夜逆転してそれが今でも続いているので生活習慣がパワーアップしました。はい、大阪府出身、南ゆりなです。私は、落ち着きがパワーアップして静かになりました。なってないよ。はい、広島県出身、中広弥生です。私も身長が少しだけパワーアップした気がします。はい、福岡県出身、田中美穂です。私はユニットが兼任になったので記憶力がパワーアップしたと思います。おはい、兵庫県出身、田口玲香です。私もいっぱい寝たので睡眠力がアップしました。はい、大阪府出身の田村夏希です。私はこの期間にたい焼き愛がアップしました。はい、福岡県出身、原田沙耶香です。私もいっぱい寝て睡眠力がアップしました。はい、愛媛県出身の宗行梨花です。私もたくさん食べたので見た目がパワーアップしました。はい、福岡県出身の吉田沙羅です。私は料理をたくさんしたので女子力がパワーアップしました。はい、山口県出身、渡辺夏希です。私はリトルチャーミングトリップに加入して今までになかった女子力がパワーアップしました。はい、それでは元の位置に戻りましょうか。はい、はいはい、みんないいですね。パワーアップ、いろんなパワーアップがありました。はい、これで始業式は終了となります。STU48 フォースシングル無謀の夢を覚めることがないの振り返りのねイベントがこれから、ショールームでみんな個人個人配信があるのでそちらもぜひよろしくお願いします。ななさん、はい、今日はじゃあ皆さん、はい、はい、オンライン元気にイベント頑張りましょう。はい、イエーイ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日はフォースシングルのオンライン振り替えのオンラインイベントがあるんですけど私たち STU48 は9月2日に、フィフスシングルの思い出せる恋をしようを、リリースさせていただくことになっています。私たちと一緒にこれからも思い出せる恋をしていきましょう。よろしくお願いします。はい、それではこれからはね振り替えイベントがあるので個人個人ルームで配信していきたいと思います。ぜひそちらもご覧ください。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。